どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はシリーズでアップロードしている動画、何の動画か、じゃーん、はい、これガズが初めて出した CD レッツゴーさあ行こうの全曲フル公開完全解説大公開スペシャルのうちの一環でございます。はい、で今回はこの中でラストを飾るパーティーを始めようぜという曲の完全ガイドしたいと思います。この曲はですね、この CD の中でも難易度はトップクラスの難しさだと思うんですけれども、はい、いずれこれをみんなでやりたい、もうガズレレ仲間が集まったらこれをみんなでワイワイやりたいっていうことを目標に作ってますから、皆さんぜひ覚えてください。この CD ガズが出したんですけれども、この9曲が入っております。これ全曲1個ずつ音源を大公開して、しかもコードと歌詞も全部動画で大公開しておるんですけど、皆さんこっちの購入の方もお願いします。はい、この CD はね、面白いんですよ。 CD とはいえ見てください、本なんですよ。なんか出版の形なんですけど、 CD2 枚組です。で1枚の CD は作品の CD、 もう1枚の CD はレッスン CD です。その使い方とか、あのストーリー、どうやってこの 本というか CD を楽しめばいいか、でそこのここに今リンクありますからね、ここはこの CD のこと全部わかるページ行ってみてください。そこに行くと全曲解説動画、この動画ももちろんですが、そこに入りますからね、いろんなことが、起こる。それでもうこれでどんどん楽しんじゃいましょう。はい、今回は曲知らないでしょうから、最初やっぱ曲のイメージをつかむために最初にかっこいいバージョンをやりますからね。やるっつってもその音源 CD に入ってる音源そのまま大公開ですから。はい、で、後半ではそのレッスン用の CD、 レッスン用 CD に入ってるシンプル簡単バージョンもいきます。まずはじゃあ聞いてみましょうよ。ね、どんなもんか。はい、じゃあパーティーを始めようぜ。どうぞ。ワン、ツー、スリー、フォー。パーティーを始めようぜ。みんなの笑顔でラン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 。パーティーが始まるよ。みんなも仲間だ。ダンスダンスダンス。集まれ。予定なしで響く集合合図。笑っているものは泣いてるものを誘い迎えビーチへ。大笑いして歌うように僕たちはできている。僕らがパーティー始めればファンキーで大騒ぎ。左手に愛を賑やかなビートに乗せて騒ごう。 Let's start a party。 夜明けのビーチ、空は知らんできて、僕らのフューチャー映し出す。体寄せ合って笑って、シャイなビートに全てうずめて、パーティーを始めようぜ。パーティーを始めようぜ。僕らをそっと撫でてゆく。右手
る夢、左手に愛を賑やかなビートに乗せて騒ごう。 Let's start the party。 夜明けのビーチ、空は知らんできて、僕らのフューチャー映し出す。体寄せ合って笑って、シャイなビートに全てうずめて、パーティーを始めようぜ。これはね、なかなか難易度高いですんで、まず初心者の方、この時間まで早送りしてください。そうしたら、初心者バージョンの解説が始まります。とはいえ、楽譜は見ておいた方がいいね。この楽譜、もちろんこの CD の中に、ブックレットの中にもちろん入りますからね。歌詞とかいろいろ丁寧になっております。で、これ見てください。じゃあ、はい、ここごちゃごちゃ書いてあるよ。これ、じゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃん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 。ここちょっと難しいところ、ちょっとうまいことメモれるかな。まあこれテロップで見た方がいいかもしれない。ここはね、ややこしいから。で、ここ感想ででででででガズーガズーでやってますからね。ここは笛で、はい、この辺。じゃあ一時停止してメモってください。はい、次で、ここまで来た。はい、じゃあこっち側に またぎます。はい、どうぞ。このイラストがね、やっぱ落書き楽しいですよね。この人すごい楽しそうだもん。この人ほらな、楽しそう。はい、この人もみんな楽しそう。はい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 。で、ここまで行ったら、ここ見てください。合唱、感想、 B メロサビ、まあ構成はこのままですよってことなんで省いております。で、エンディング、ラララララララでなって終わるよということでなっております。あ、ここにも落書きが書いてあった。可愛らしいな、このね。Let's start the party って書いてあります。これは、はい。落書きがね、好きなんですね、私は。はい。どうもすいません。はい。まあ、これ参考にしておいてください。で、これはね、今日はちょっと徹底的にちょっと分析してしようと思うんですけど、まず、イントロ、度肝を抜かれます。これは。ちょっとやってみましょうか。パーティーを、8、あ、ちょっとうまくいかなかった。もう一回。ワン、ツー、スリー、フォー。パーティーを、始めようぜ。みんなも仲間だ。ダンス、ダンス、ダンス。どう？ダッツクダッツダッツ、カッティングとアップ、16ビートの中でカッティングです。ダンツクダンツダン、テン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 、テン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 。ここのアップに2カ月。テン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 。わかる？一番わかりやすい解説としては、歌と合ってんですよ、弾くところが。聞いてください。パーティーを始めよう。これ、この感覚が一番伝わりやすいかなと。スピードも速いから、かなりの難易度です。これ16ビートプラスカッティングですね。チャも入って。これね、まあ、楽しんでやってくださいよ。ダンツクダンツダッカカカカッカカ、ダンツクダンツダッカカカッ、ダンツダンツダンツダッカ、ダンツクダンツダッカカカ。まずこれで口で何回も言って覚えてください。はい。で、基本的には今のところは16ビートなんですけど、変形の16ビートなんで、まあ今のフレーズを覚えるのが一番いいと思います。で、ですね、これ面白いのが、あの、ででで、見て聞いてね。でででででで、ダダツタ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 。8ビートなんだけど、普段と感じ違いますよね。ダダカッタダダ、チャを使うんですけど、ダダカッタッタダカッタッタダ、結構斬新な、今までやっていそうでやっていないっていうリズム。ジャジャカッチャジャジャカッチャジャジャカッチャ、これがまず A メロの主体になる。
そこに来てまた今度アルペジオなんですよ、Aメロは。カウントはなし、時計、このアルペジオという弾き方。で、じゃあじゃあ、で、次はね、ちょっとね、分析するとね、まずここ16ビートのカッティングだったでしょ。で、ここイントロは、感想は、ダダッつった、ダダッつった。で、ここがカウント、ここアルペジオですね。ここアルペジオです。で、ここからまたダダッつった、ダダッつったに戻って、B メロが始まるんですけれども、この B メロは8ビートが、8ビートが聞こえてくるからは、8ビートそのままこうですよ。8ビートが聞こえてくる大きな歌、これ、じゃんじゃん、これは典型的な8ビートでしょ。で、サビはですね、夜中のビーチ、優しい月明かり、僕らをそっと、これ16ビートのチャランですよ。すごいでしょ。な、ダダツカ、ダダツカ、ダダツカ、というリズムと、カウントはなし、アルペジオのリズムと、8ビートは聞こえてくるという8ビートと、夜中のビート優しい16ビートのチャ、サビでは16ビートのチャ、そしてそして最初に言ったパーティーボック決めよ、16ビートのカッティング、これ山盛り。はい、でですね、この中で8ビート16ビートのチャ、この辺はここにリンク先貼っておきましょう。ウクレレできるリズムいろいろという私のホームページの一枚で、その中から8ビート、8ビートのチャ、16ビートのチャ、この辺で完全マスタームービーというのがありますから、そこでちょっとリズムの勉強をしてください。そこに今日出てない、ダダツカ、ダダツカっていうリズムと、さし、やっぱりこのパーティーも、これが難しいと思うんですけど、まあ、ジャンツカ、ジャンツタ、ジャンツカ、ジャンツタ、まあ、繰り返しになりますけど、ここがキーポイントですね。はい。でですね、あ、コードの解説してないか。はい。C でしょ ?F でしょ ?G7。はい。入門3つのコード。Am、Em7。この5つですよ。出てくるコードは。やったーつってる。このウクレレさんも。ウクレレ君もこれやったねーつってる。これのシンプルコードです。で、このコードですけど、皆さん、これはマスターしといてこう。マスターしといてほしい。ガゼレレ必須コードっていう8個のコードのグループ。この中全部入ってますからね。これもう5個だから。あと3つ覚えるんで。8個のコードでガゼレレ見たらわかるけれども。ほとんど。カバーできます。8割9割。この8個のコード覚えてたら安心。以前私が解説した分かりやすい動画をここに貼っておきます。ここでコードの勉強はしてください。ということで、これリズムがね、本当に凄まじいいろんなバリエーションがあるんですけど、まあ最後にふさわしい、もうパーティー状態です。リズムのパーティー状態。なんでパーティーを始めようぜ。まあまあこんな感じです。まあこれももう、ぜひ楽しみたいんですけど、安心してください。4つ引きでも十分楽しめますから。はい、じゃあここから4つ引きでやる。シンプル簡単バージョンレッスン CD 法の解説いきます。これも全部4つ引きで弾いちゃってるんですよ。それでもね、パーティー感結構出てますから。よかったですね。4つ引きでまずは歌を歌ってみましょう。ノリを、歌でリズムを表現するっていうのも1個の手ですからね。はい。で、このレッスンバージョンの方の聴き方を説明します。はい、こっち、ヘッドホンかイヤホンをしていただいて、こっち側からは、カッカってリズムをガイドするクリック音っていう音と歌が入ってます。こっちだけ。歌、その2つしか入ってない。こっちは何が入ってるかというと4つ引きで弾いてる簡単ウクレレが入ってます。どうやって使いましょう。最初は両方聴いて4つ引きで歌いながら。できたらかっこいいバージョンでできたところをかっこいいバージョン練習入っていくでしょ。そしたらこっち側のクリックと歌だけに合わせて自分の演奏でセッションしたりとか、全部聴きながら、こっちの4つ弾きとかっこいいバージョンのウクレレとで合わせてアンサンブルを楽しむとか、もういろんな、レッスン方法が自分で、開拓できる。右と左のヘッドホンを使い分けるということでね。こういう提案をしております。斬新でしょ。はい。では、シンプル簡単バージョン。こっちは気楽にできるからね。まずこっちでやってみよう。はい。じゃあ、どうぞ。ワン、ツー、スリー、フォー。パーティーを始めようぜ、みんなの笑顔でラララララ、パーティーが始まるよ、みんなも仲間だ、ダンスダンスダンス、集まれ。誘い深いビーチへ、お笑い
盛り上がってくる夜中のビーチ、優しい月明かり僕らをそっと撫でてゆく。右手に夢、左手に愛を賑やかなビートに乗せて騒ごう。 Let's start a party。 夜明けのビーチ、空は知らんできて僕らのフューチャー映し出す。体寄せ合って笑ってシャイなビートに全てうずめて、パーティーを始めようぜ。パーティーを始めようぜ。みんなの笑顔でラン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 、パーティーが始まるよ。みんなも仲間だ、ダンスダンスダンス集まれ。いかがだったでしょうか。結構パーティー感こっちも出てますよね。ワイワイガヤガヤラー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 、みんなで大合唱したい。ラーラ、これ武道館でやりたいです。これ全員でね。あ、これでもこれやったらウクレレ弾けないなって話で、まあまあとにかく、まあシングアロングしましょう皆さん。でこの CD はですね、そういう感じでリリースした CD でございます。これはですね、私が作った曲なんですけど、みんなで、気楽に大合唱できる曲を作ったというイメージです。これ、この9曲。皆さんとセッションするための曲です。で、これはですね、全部の権利、私が持ってますから、皆さん、どんどん好き勝手にあちこちで演奏しまくってください。どっかアップロードも全然大歓迎です。とにかくみんなでこれを歌って、もう、例えば武道館、目指せ武道館全員でこれを歌う。この9曲みんなでやったらいいんじゃないでしょうかね。はい。で、これ、まあ、だから、難しいバージョンできなくても4つ弾きで、シンプル簡単バージョン、全曲できるわけですから、どんな方でも混ざってこれます。これからこういう時代に突入しますよ。みんなでさ、オリジナル曲を歌いまくる。はい。この CD もぜひゲットしてください。よろしくお願いします。はい、ガズレレホームページ、ドン。最新情報はホームページ。ここにリンク貼っておきますよ。はい、ガズレレ .com。お願いいたします。じゃあまさにパーティーを始めようぜ。この CD を聴いて、もうハイテンションな曲、バラードもいろいろ入ってますけど、とにかく楽しんで。音楽やりましょう。音楽聴くのもいいけど、やるの方がもっと最高。これがガズレレの合言葉でございます。あと楽しいことはシェアしてください。皆さん、どん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 周りを巻き込んで一緒に歌いましょう。それでは今回、レッスン動画、これで終わります。さよなら、バイバイ。チャオ。